本日の委員会に沖縄振興等に関する件について沖縄国際大学経済学部教授前泊博盛君件を伺います。本日はご多忙のところご出席いただき誠にありがとうございます。皆様から忌憚のないご意見を賜りまして今後の調査の参考にしたいと存じますのでよろしくお願いいたします。5月19日沖縄振興委員会です。三原淳子委員長から恒例の恥を知れコールを聞きたいです。もう一度改めて申し上げます。恥を知りなさい。もう一度改めて申し上げます。恥を知りなさい。調子が出てきました。それでは前泊さんお願いします。前泊参考人、あの与那国に今あのミサイル部隊が配備をされていますけれども、与那国はですね、人口減が非常に激しくてですね、このまま行くと島が成り立たないかもしれない。そこに自衛隊の配備、これは監視部隊を置くよと、中国や台湾の動きを監視するための部隊を置くということで、地元にとっては災害救助隊あるいは救急をまあ運んでくれる自衛隊が来てくれるということで合意をしたんですね。ところがその後倉庫を作るといったのが弾薬庫に変わり、弾薬庫の数がミサイル基地に変わるという、こういう説明の仕方がですねどんどん変わってですね、いつの間にかミサイル基地になる。そして人口が増えると言っていましたけれども、隊員たちは家族を連れてきて最初は増えました。ところが今は危ないからと家族は置いていっているんですね。こういうあり方って地元にとってどうだろうというふうな思いがあります。苦しい時にもう島を維持するために自衛隊を誘致する、これは北大東が新たな誘致を始めているのも、島を維持するために自衛隊の力を借りようというふうに動いてくる、まあ、そこでそれを利用してむしろミサイル部隊を配備されてしまうというようなことにもなります。それから今沖縄ではですね、経済徴兵という言葉が出ています。自衛隊員を集めるためにですね、生活保護世帯のリストを市町村長に要求をする、その要求して提供してくれた生活保護世帯に自衛隊の誘致の、あるいは自衛隊の募集のですね、文書を送るという形をとっています。これアメリカでも行われている経済徴兵という形で自衛隊をですね集めるという手法が本当にこのままでいいんでしょうかという、この国を守る形として品格人格をやはり問われるような形になると思います。ぜひ風格ある政治を沖縄で実施をしていただければというふうに思っています。高井哲美君。